ドラクエ7でストーリー中最後に攻略することになるオルゴデミーラが居城としているダンジョン、ダークパレス。ラストダンジョンということで、これまで戦ってきた一般モンスターより一回り強いモンスターがたくさん出てくるダークパレスですが、その中でも出会ったら全滅の可能性すらあるヤバすぎる一般モンスター4体について話していこうと思います。早速動画の方をどうぞ。1体目はギガントドラゴン。ポルズのトラウマポイントは高い耐久力と高威力の灼熱、この2つになります。ギガントドラゴンは520と300から400台がほとんどのダークパレスの一般モンスターの中では頭一つ抜けた HP を持っている上に、イオナズーや真空波といったメジャーな全体攻撃が多いイオ系バギ系に強耐性を持っているため、一掃するのが難しく、どうしても倒すのに時間がかかってしまいます。HP に関してはダメージのブレにもよりますが、ドラクエ7最強の攻撃手段の一つ、アルテマソードを耐えてくる可能性があるといえば、どれだけ高い数値なのかがわかると思います。そして行動パターンは画面で示す5つで、攻撃力220からの通常攻撃、最大で100近いダメージを食らうバギクロスあたりも十分脅威なんですが、特にヤバいのが灼熱。灼熱はオルゴデミーラも使ってくる強力な特技で、耐性なしだと全体に150から170とものすごいダメージを与えてきます。レベルや職業によって多少上下しますが、ダークパレス攻略時のこちらの HP はだいたい250前後なので、灼熱プラス適当な追撃を食らえば一瞬で棺桶送りにされてしまいます。聞きにくいですが、眠りや混乱で行動不能を狙ったり、ザラキで即死を狙ってみる、ドラゴンローブやメカ神の盾といった炎のダメージを大幅に軽減できる防具をしっかりと装備する、フバーハを使いながら戦うなどして頑張って対処するようにしましょう。高い耐久力と高ダメージの灼熱が脅威となるギガントドラゴンの紹介でした。ちなみにギガントドラゴンのドロップアイテムは魔人の鎧で、 PS 版ではこれが唯一の魔人の鎧の入手経路となっています。装備者の素早さをゼロにする使い方次第では超強力な呪い効果は相変わらず健在なんですが、5や6と違い呪いを解かないと装備を外せない上、呪いを解くと装備品が消えてしまう。極めつきには元の素早さが低く、最も魔人の鎧と相性のいいメルビンが装備できないと、使い勝手はかなり微妙なものとなっています。2体目は大魔導。歴代ドラクエにはセブンの大魔導を含めて3種類の大魔導がいて、先輩大魔導たちは大魔導の名前の通り強力な呪文を使うモンスターだったんですが、セブンの大魔導は先輩方とは一味違った凶悪な行動でこちらを苦しめてくるモンスターとなりました。セブンの大魔導の行動パターンがこちら。見ればわかると思いますが、イオナズンやザオリクといった上級呪文に加えて、激しい炎や灼熱、果ては凍てつく波動と呪文以外にも様々な特技を使ってくるんですよね。今の時代は呪文だけじゃ戦っていけませんよ先輩方、と言わんばかりのハイブリッドな行動パターンとなっています。灼熱のヤバさは先ほど話した通りですし、イオナズンも最大115ダメージとバギクロス以上にきつい攻撃。しかも大魔導は頭がいいモンスターで、意味がない時はザオリク、凍てつく波動を使ってこないため、その分灼熱、イオナズンを使ってくる確率も高くなると、単純な攻撃能力はまさかのギガントドラゴン以上となっています。というかダメージを与えてこないとは言っても、やっとの思いで倒したモンスターを HP 最大で復活させてくるザオリク、灼熱のダメージを減らすためのフバーハを剥がしてくる凍てつく波動も十分辛い行動ですよね。総合的に見てかなり凶悪な行動パターンを持っていることがわかると思います。そして HP も450と平均くらいの数値は持っている上に、レイン以外の全ての呪文に強耐性を持っているため、一掃するのは難しく、さらに眠り、混乱、麻痺、1ターン休みと行動不能系の状態以上は全て無効にしてくるため、絡めてで処理するのも不可能と、とにかく厄介な要素が満載となっています。幸い炎、吹雪に対しては無耐性なので、パーティーに天地雷鳴士がいるなら灼熱より高威力の煉獄火炎を使って燃やされる前に先に燃やし尽くすようにしましょう。呪文だけでなく炎も使いこなす新時代の魔法使いモンスター大魔導の紹介でした。同じ見た目のボスモンスター母徳より絶対大魔導の方が強いですよね。3体目はパンドラボックス。様々な作品に登場し、どの作品でも凶悪な行動パターンでプレイヤーを苦しめてくるパンドラボックスですが、初登場となるセブンからその凶悪っぷりは健在です。
まず行動パターンですが、200近いダメージの痛恨の一撃に加えて全体に即死効果のザラキを頻繁に使ってくるという時点で十分脅威なんですが、あろうことかこのモンスター毎ターン必ず2回行動してくるんですよね。こんな死人を出すなって方が難しいです。絡めての甘い息も厄介で、パンドラボックスに行動されるとパーティーメンバーは大体死亡、眠りのどちらかになってしまいます。そして耐久面もここまで話してきた2体のモンスターとは一線を画していて、 HP900、 守備力200とバカみたいな数値をしています。基本的にワンパンすることは不可能な上、素早さも131と高いため、どうしても行動を許してしまい、先ほど話した凶悪な行動で全滅コースというのがパンドラボックスのトラウマポイントとなります。まともに戦うような相手じゃないので、引きにくいのを承知で混乱を狙う。そもそもダークパレスのパンドラボックスはノーマルエンカウントではなく、宝箱に擬態しているやつだけなので、宝箱自体をスルーするなどして対処するようにしましょう。ドラクエ3の人食い箱を思い出す凶悪なトラップモンスターパンドラボックスの紹介でした。裏ダンジョンさらなる異世界ではノーマルエンカウントで普通に出てくるため、うっかり全滅してしまわないように気をつけましょう。最後に煉獄魔長、こいつがぶっちぎりでヤバいです。煉獄魔長はパンドラボックス同様、本来は裏ダンジョンさらなる異世界で戦うことになるモンスターなんですが、ダークパレスの最深部で炎のアミュレットを使うとチャレンジすることになる豪華な洞窟で、いて当然みたいな顔をして普通に出てきます。870とパンドラボックスに負けず劣らずの HP も脅威なんですが、特にヤバいのが攻撃性能。330とオルゴデミーラと同等の攻撃力から繰り出される通常攻撃に加えて、先ほどちらっと話した灼熱より攻撃力の炎技煉獄火炎を3分の1と高い確率で使ってくるんですよね。煉獄火炎は最大で250ダメージなので、 HP や装備次第ではこの技一つでパーティー全滅の可能性すらあります。ルート次第では出会うことがないとは言っても、ラスボスと同じ攻撃力を持っている上に、裏ボスが使ってくるような強力な全体攻撃を使うモンスターが最大3体同時に出てくると考えれば、ダークパレスの煉獄魔長が出現時期がおかしいイカれたモンスターであることがよくわかると思います。さて対処法なんですが、これを対処法と言っていいのか分かりませんが、とにかく戦わないようにするのが一番丸いです。幸い豪華の洞窟の目玉アイテム不栄王の兜は豪華の洞窟に入ってすぐ右側にあるので、回収したら速攻でリリミットし、以後二度と挑戦しないようにしましょう。これが一番安全です。どうしても戦って勝ちたいというチャレンジ精神あふれる人は、アストロンを使って煉獄火炎を無駄打ちさせるようにしましょう。煉獄魔長は30と煉獄火炎1回分の MP しか持っていないため、一発やり過ごせばいくらか戦闘が楽になります。とは言っても相変わらず打撃は痛いですし、灼熱も十分すぎるほど辛い攻撃なので、やはり戦わないに越したことはないと思います。パンドラボックスと違い、普通に出てくる裏ダンジョン級のモンスター煉獄魔長の紹介でした。リメイク版でも相変わらず豪華の洞窟に登場していることから、調整ミスではなく当然の仕様であるというのが本当に恐ろしいです。以上、ドラクエ7からラスダンに登場するトラウマモンスター4体の紹介でした。どれも強敵ですが、この中だとやはり煉獄魔長に焼き殺された人が一番多いんじゃないですかね。ドラクエ7の特徴に漏れずエンカウントの少ないダークパレスですが、これらのモンスターにうっかり全滅させられないように気をつけて攻略するようにしましょう。動画の方楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方お願いします。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。